皆さんこんにちは。こんにちは。マイクの久しぶりです。あぼあぼ。ボンちゃんです。はい。ということで、はい、今回は、引き続き三木ゴルフクラブさんにお邪魔しております。はい、兵庫県三木市にありますね。今日は全国中学校ゴルフ選手権の、はい、練習ラウンド。春のね。はい、春の全国の中学生大会の練習ラウンドということで。未来のプロゴルファーのために、はい、僕らが代わりに練習ラウンドをするという企画でございます。はい、わざわざ三木まで来ました。いや近い近い、めちゃくちゃ近い。だからわざわざ来れない人のために、はい、まあ、撮ってるということで、まあ、でもね、三木すごいトリッキーなコースなんで、まあ、アマチュアの皆さんもぜひ参考にしていただければなと思います。今回はちょっと2人でね、はい、マネジメント動画をお送りしております。今2ホール終わりまして、次3番ホールですね。前の2ホールの結果はぜひ前回の動画を見てください。167でちょっと多分上げてるんで6番アイアンでいきます。はい、左からやな、うん、ちょっとすいません、7にします。これはもう左からやからセンター狙っていきます。激ダフりした、えぐい。リズム上がった。ゆっくり行こう。今日は今のはダフったから全然参考にならへんと思う。6で、はい、6でよかったな。ど真ん中ね。センター狙い。これはあかんわ。あー、ラッキーラッキー。バンカー、バンカー。まあ、今日のピンチ右バンカー OK なんですよね。今日のピンチ右バンカー OK かな。 OKOK OK ですか。確かね、グリーンが左から傾斜来てるんで。グリーン左から傾斜来てましたっけ。なんかこうなってる気がする。あ、逆ね、うん、あ、右バンカーダメや。まあでもやっぱセンター狙いやね、うん、このホールは結構そんなバーディー取らんでいいかな、うん、なんか左右も意外と狭いんで、まあ、普通にセンター狙いで、まあちょっと逆にちょっとミスって寄ったらラッキーかなみたいなとかの方がいいかもしれないですね。僕はもう論外ですけど、ちょっとやっぱ6番で今日着込んでるからあれやな。ちょっと俺も普段寒がりやから絶対脱がへんねんけど、ちょっと動けなさすぎて脱いだ。でも今また着たくなって。いや、やっぱグリーン周りはいいんじゃん、着ても。俺は6番でよかったな、間違いなく。力入った、7番の分。楽しみ、グリーン見といて。俺行くわ。あ、はいはい。56度で。はい。まあもうこれバンカーからセンターに向かってダウンスロープなってるんで、もうこれはちょっと奥まで行ってもしゃあないですね。次の上りのパット打てることを期待してバンカーしようかな。これ打ちすぎや、これ打ちすぎや。さすがのダウンスロープやな。こうなってくると手前の方がええな。ありがとうございます。さあ、僕は簡単ではないですけど60度で。ちょっと奥かな。ナイス。あざっす。まあ、登ってたからちょっと強く入っちゃったけど、まあまあ、あれ入れて次につなげようか。ちょっとでもグリーンコンディションが抜群や、うん、やっぱコース管理がやっぱちゃんとしてますね。下りか。下りかな。また下りか。おかしいな。いいよ、ボギーでいいよ。
あえい丁寧ですね。お先です。はい、どうぞ。なんか落ち着いてんな、うん、なんか一人だけガチの全国ゴルフみたいなことしてるなかなかうまくいかへん中学生みたいなことしてる雰囲気だしいやでもうまくいかへん時あるからね。いや、うまくいかへん。でもナイスアプローチだったもんな。そうやねん、そんな悪くなかったんけどな。おお、曲がらんか。曲がらんか。曲がらんか。え、カップ周り曲がりそうやね。うん、曲がりそうやったけど、ちょっとこれはラインが読めてなかったですね。やっぱパーオンですね、このホールは。そうですね、やっぱ僕のところからも多分カメラ見てもらってる皆さん分かるんですけど、ちょっとピンの根元全然見えへんから、うん、結構難しいというか距離感出しにくかったね。でも今の僕のバンカーから今のピン位置下りじゃなかったんかな。いやでもね、いや落ちたところはボンちゃんが落ちたところは下りやん。ああそうなんだ。だからあとは多分ピン越えたら多分ちょっと上りやけど、そこが多分行っちゃうよね、多分ファーストバンであそこ落としたら、ね、うんうんうん、絶対やっぱパーオンやね。今のホールはぜひあのパーオンしてください。逆にピン手前やったら奥からのアプローチとかの方が簡単かもしれない。もしかしたら、うんうんうん、あのピン見えるから。そうやね、イメージ出にくいね、刺身の場所は、うん、ちょっとほんまに見えへんかだろうな。もうしかもピンもまあまあ見えへんかって、うんうん、半分ぐらいしか見えへんかって。ああイメージ出えへん、うん、さあまあちょっと4番ホール不甲斐ない3番ホールでしたけど、気を取り直して。ここは視覚的にはかなり狭く見えるな。そうですね。いやでも狭いですよ、ここは。狭いんや、うん、右も OB、左も OB なんですけど、でも距離も、そうです、距離あるんですよね。そこそこあるっすね。僕がいつもここは低めの球で、はいはい、打ち上げやけど低めの球でもうとりあえずコース内に置くみたいなイメージですから、カート道まで行かんへん方がいいんで。了解です。あのとんがった三角の木ぐらい狙っていきます。そこからちょいフェードの低めの球やったらいいな。あちょっと引っ掛けた。あ、大丈夫ちゃう。引っ掛けたけどコース内にはありますね。これはでも左打ちたくなるな。右もね、カート道までやったら大丈夫やねんけど。カート道までめっちゃ狭いなまあでもミキゴルフはこういうこうこういうとこいかにこうしのぐかやねん。そうやね。どう？カート左ぐらいやわ。ナイス、ありがとうございます。いいやん、いいっすね。ちょっと覚えてないなこのホールは結構難しいです。難しい。このね、このホールと次のホールは結構その東コースの中では結構タフなホール、うん、はいはい。で次ってあれかな、フェアウェイが左にガーンなってるとこ。いや、もうずっとまっすぐの打ち上げですね。あら、打ち上げ で結構距離長いです。グリーンまで打ち上げ。ここは、うんうん、ティーショット打ち上げやけどセカンドからはちょっと打ち下ろしてるんで。いや中学懐かしいな。もんちゃん中学どこやったっけ。中学、あ、高中学校。あ、高中学校あ、そうか、中学校の時は行ってないか。中学行ってないね。高校の時やな、うんうん。それこそ中学校は僕もサッカーガチガチしてたから、あ、まあ土日はね出る時は試合で出たんですけど、うんうん、それこそ関西ジュニアとかも出てたけどね、うん、そんなん全然ダメでしたよ。80打ってたんで。ああ、しゃあないけど中学校の時とかまだゴルフの5も知らなかった知った気ではおったけど、うん、でもねそれですごいよな。いや、そうです。あのこのね春中は僕の記憶なんですけど、はい、めちゃくちゃ多分その予選の通過人数
少なかった気がするんですよ。あ、そうなんですか。すごい狭き門というか、だからこの全国来てるだけですごい子たちなんで、うんうん、見てる人もね頑張ってほしいな、ほんまに。あ、狭いな。これボンちゃんのサバイバーみたいになってない俺サバイバーの時みたいになってる。あ、マシやな、あれよりは。ピンまで190ヤード。ちょっと読んで、もうね、ピンじゃなくてグリーンセンター。これはそうやな。うまっ。落ちて。これナイスミスちゃう。ナイス。あざす。ああ。やる。もうね、寒すぎてね、当てるんがやっとる。ほんまに、あんなに丁寧にインパクトしたの久々よ。ちょっともう、えぐいって。なんか懐かしいな、見た。184、5番で。はい。これちょっとドローやな。これちょっとピンチやけど、とりあえず近くまで行きたい。おお、抜けた。ナイス。よかった。手前。手前やな。これちょっとしゃあない。それバンカー入って刺身のライというより左バンカーもなしやな。ピン右やったらいける。ドローヒッターやったらいけるけどな。ああ、でも、まあ、もう結果的に言ったらもうちょいティーショット打たなあかんかったけど、でもまあまあ距離あるからね。まあでもここはやっぱセカンドティーショットとかなり難しいわ。セカンドはまあ長いの持つことになるけど、でここでもねティーショットがむずいな。ピン右の時とか皆さん結構注意してほしいですけど、右がね意外とバンカーの右とか行ったら OB に向かって下ってんですよ。はいはい。だから結構右ペラをこう許してしまうと、はいはい、意外とねすぐ OB 行っちゃったりするんで、うん、そこだけ注意してほしいかな。そう考えたら距離的にはセンターまでの距離やね。あの、そうやね、セカンドショットも、うん、あんまピン奥やからってガンガン行き過ぎん方がいいですよね。そうやね、本当にこのホールもセンター狙いがベストかな、うん、両バンカーの奥の顎ぐらいまでの距離でうん、打っとけばちょっと右外れてもバンカーが捕まえてくれるぐらいに思ってた。そうですね。右あれ OB 行くな。ほんまに行くんよ。あっち行くんよ。だから結構注意必要やな。残っとっても難しいしな。うん、ボンちゃんはマジでナイスやな。それはナイスやな。で僕こっから連続ボギー嫌やけど、まあしゃあないな。ちょっと、まあ、3日間あるんで。3日間あるからねこっちはこっから下りなんすよ。イメージやな、これは。高い球で行くのか、手前ワンクッションからで入れるのか。なんか高い球でも止まらん気するな。60度でちょっと高めの球で行ってみます。ああ終わった。これはボギー。ちょっと下がライが悪かったんか。そんな悪なかったんけどな、やっぱ手前のバンカー効いてるわ。ロブしたら、うんうん、なんか抜けたら終わる気がする。せやな。スライス C の最後はフックやな。うまっ、うまっ。おぉ、ラッキー、ナイス。あら、今日優勝の人のゴルフやな。あれあるよ、優勝の人そういうの入っていくんよな。入っていくんよな、これ。あれ、ナイス。あだっす。でもこれボギーでええって思ったんがよかったな。そやな。あ、落ち着いた。ボギー止まらんとこやった。俺もボギーでええわ別に。いや、それ分からん。うまい。ああ、しい。はい。弱かったら入ってたな。そうか。ナイスパー。はい。あざす。そういうパーがいいんよ。
いやでもここちょっと難かったな。難かった。難かティーショットのプレッシャーがすごい、ね。ティーショットももうボンちゃんのもええとかだけど、結構右も狭いからね。そうそう。でパッと目右打ちたくない、あ左の方に右がこう斜面でこうなってるから、うんうん、やっぱ左に打ちたくなるんよね。そうですね。いやナイスパーでしたね。いやでも正直マグレス。うん、うん、まあまあでもっていうか。まあラインオンでたまたま当たってそれが入ったから、うんうん、よかったけど、まあでも逆になんかパー諦めれたからよかったかな、ね、今のは。まあでもやっぱりこのホールはもうああなってしまったら、まあ僕はもう正直今のも諦めてたんで、うん、いい意味でね。だからなんかあれで逆にパー取らなってこう思い詰めすぎるとそれこそ難しくなっていくと思うんで、うん、だからまあ中学生の皆さんね、はい、焦らず焦らず焦らず、まあボギーをね、ボギー打ったって、まあそうボギー受け入れる、はい、ね心を持ってた方が、はい、多分楽なんで、じゃあ皆さんのねあの力やったら絶対バーディーどっかで取れるんで、はい、ボギーの1個や2個や3個や4個や5個か6個じゃ、へこたれないぐらい、80行く、まあでもダボ打たへんかったらいいと思いますよ、うん、ほんまに、まあ、そんな感じで、はい、とりあえず4ホール終わりまして、また明日ね。次の動画出すんでぜひ皆さん見てくださいので、次のホールもねまたトリッキーなんで、はい、また皆さんに攻略を伝えていけたらなと思います、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回僕らがプレーしているミキゴルフクラブさんでは、全国中学校ゴルフ選手権春季大会が開催されます。選手の皆さん、ぜひ頑張ってください。頑張ってください。そして視聴者の皆さん、応援よろしくお願いします。お願いします。